はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、いつもねお世話になっている博多デブちゃんの会さん、高田馬場にあるねお店のオーナーさんなんですけれども、デブちゃんさんでは都内ではねなかなか食べられないような絶品の本格的な豚骨ラーメンがいただけるお店なんですが、そんなねオーナーさんに都内で美味しい豚骨ラーメンはどこに行ったら食べられますかと作ってる方にね禁断の質問をしてみました。そしたらですね、高円寺にあるラーメンケンタさんという豚骨ラーメンのねお店さんがめちゃくちゃうまいという情報をいただきまして、本日はねカイさんと一緒にそちらのケンタさんでその豚骨ラーメンを食べていこうと思います。そしたらもうねカイさんお店の方にいるらしいので、ちょっと向かっていきましょうか。お店もがっつり商店街なんですね。まあ、確かにこの感じ高円寺らしいな。お疲れ様です。ってことですね、ただいま、ラーメンケンタさんの方の店内に入っております。本日はですね、ちょっと営業終了後に撮影をさせていただいておりますので、話しながらね、ちょっと撮影を進めていきたいと思います。カイさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。最近よく会うっていうか、もうほぼ準レギュラーみたいになってますよねうちのチャンネルではね。とりあえず今日はですね、普通のラーメンに替え玉をちょっといただこうかなと思っております。でケンタさんの方ではですね、ツイッターの方にも書いてあるんですけれども、ライスの方がですね持ち込みかということなので、先ほどちょっとファミリーマートさんの方に行ってきて塩おむすびを買ってきましたんではい、そちらとね共にちょっといただいていこうと思います。あ、いただきます。ありがとうございます。うわ、本日ね注文させていただいたのがラーメンに、ネギトッピングでございますね。ちょっとお先にいただいて、どうぞどうぞ。はい、失礼いたします。ありがとうございます。じゃあいただきます。この色味と泡感と、もう完全に熟成しまくってますね。ゴールド博多さん。あー、うん、うまっ。いただきます。うわではね、このね豚骨ラーメンといえばの細ストレートでいただきます。うん、あー、うまい。この飲み込んだ後の伸びがすごいですね。うん、後から来る感じで、うわうまい。この店内の感じいいですね。何杯も食えるな。削りますね。替え玉でした。バリカタです。僕も替え玉お願いします。替えさんに習って。替え玉入れる前にニンニクを削るということで、替え玉来たらすぐいけるんで。なるほど、削ります。いいよ、ういっいいっすね。自家入れいいっすね。久々にバリカタで食いますね。普段指定しないので。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、うまそう。じゃあちょっとこれ入れていただいてすぐ。うわ、いいな。あ、うまっ。素晴らしきワンオペ。あれうまっ。で、フル回転させると、うん、博多豚骨の麺って独特ですよね。バリカタにするとポキポキとした食感はあるんですけど、歯にねっとりとくっつくようなねっとり感があって、いやうまいな、やっぱ。はい、よくツイッターでもうどんの方も拝見しております。てかこれちょっとニンニク入れるとやばいですね。めちゃくちゃうまい。うん、女の人も多いね。一人だよ。女の人多いよ。多いね。キスの予定がなければ、キスの予定がなければ絶対に入れた方がうまいですね。うわ、ちょっとこれ、同業でね、同業態じゃないですか。はい、真似できないですもんね。作り方はもう全然一辺倒じゃないんで。でも全然違うですよね。真逆っす
作り方が。よろしければちょっと次替え玉またお願いしていいですか。もちろんもちろん。じゃあ次ヤワーでお願いしますか。はい。そろそろご飯いっちゃっていいですかね。今回2種類買ってきまして、塩むすびと、せっかくなんでこの明太子漬けサーモンってことで九州風に用意してみました。こんな感じでね、はい、ありがとうございます。いただきます。ちょっと続いてですね、ヤワーの替え玉いただきました。またヤワーもうまいですよね。ヤワーもうまいですよね。あ、プリプリっすよね。うん、うまい。ちょっとね、ここで早速おにぎりを投入していきましょう。これでちょっとネギとニンニクとで、あー、うまっ。おにぎり合いますね。うん、九州ってうどん屋さんもラーメン屋さんもそうなんですけど、カウンターにショーケースがあってお客さんが勝手に開けておにぎり作るスタイルのところが多いですね。あるんですよ。それこそ冷たいおにぎりですよ。もう相性がいい。うん、ちょっとこれで、うん、うまっ、うまっ。もう一つ替え玉いいですか。はい、肩でお願いします。はい、スープ残ってますね。結構残ってますね。上手です。上手ですか、食い方。でもこうやっぱ替え玉をしていくとどんどん油分もなくなっていくので、うん、逆にその臭みがアップしてくるというか。あ、そうですね。これがまたいいですね。温度下がると香りも立ちやすくなる、ね。うん、そうですね。塩分は下がってくる、香りだけこう強くなってって、またちょっと表情変わってきます。表情変わりますね。いや、俺博多ラーメンの時しゃべれるわなんか、小食な方でもちょっと頑張ってでも一回替え玉していただきたいっすね。雰囲気変わりますね、味の。あ、お肉まで固めとやわめで、そのね、麺の水分感も違うんで、またそれはそれで味も変わりますし、なんかいろいろ試してほしいですね。でもこれあえてあれなんですよね。自分で食う時は替え玉のタレ入れないで食うんですよ。ああ、うん、そうするとなんかね、小麦のその溶けたとろみ感が増して、なんか不思議な味になって、塩味がいらないのに。あ、わかります。ちゃんと塩味があって、うん、うまい。ラスカルさん、うちね、替え玉24玉24。やばすごい。また替え玉いいですか。もちろん普通でお願いします。はい、ここで明太子投入していいですか、はい、うわー、まさに。うん、今日仕事ないですか。仕事中です。仕事中、うん、ラーメンか。うん、明太子合いますよね。合いますね。やっぱ一杯目から食ったら多分しょっぱいなと思ったんですけど、今塩分も抜けてるんで、ちょうどこのバランスが良くてうまっ。しかもね、俺はやっぱ片ラーメンに合わせる明太って安いやつでいいと思う。あ、安いやつでいいと思う、ね、いいやつじゃなくて、うん、あー、うまい。うまっ。あー、ここ食べるのは早い。あ、ここのスープうまい。よかった。やっぱりちゃんとした博多ラーメン屋さんっていうのはこのホップンがうまい。だから本当にそのそこまで飲んでても綺麗に飲めるというか、これがやっぱすごいなと思うんですよね。多すぎると焦げるんですけど。ね、どうする。あ、やべえ。あの感覚やって。うわー、うまい。うまい遅くなりすぎて後悔しました来るのがごちそうさまでした。ありがとうございます。
ということでですね、本日はカエさんにご紹介いただきまして、ラーメンケンタさんお邪魔させていただきましたが、本当にこの今まで食ってなかったことを後悔するぐらいとんでもなくうまい豚骨ラーメンでございました。よく聞くんですけど、博多の方こっちにいらしてる方で、現地で昔食ってたあの味が食べたいけどこっちはなかなか食べられないって方結構多いと思うので、ケンタさんとかカエさんとこのお店さんに行っていただいて、本場の味を味わってもらって、懐かしい気持ちと、でこっちの方はね、こんなに現地の豚骨ラーメンってうまいんだっていうねことをね知っていただいて、よりね豚骨ラーメンを好きになっていただければと思います、はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、まだですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いやー、めちゃくちゃ良かった。ありがとうございました。